よし、裏取りが減った、最初。1両の駐転車にだいぶ足止めされていますね。私が後ろから叩きます。やだ、グルーヘルス。みんな詰めてきて。外したな。竹下に逃げられてしまった。部屋中レオコンがっていますね。君も竹下に出るの。待て待て待て。よしよし。であれ、動けない。右にも左にも行けないのですが、まあでももう試合も終わりですからね。自走法。こんにちは皆さん。タイプ61です。日本野球中戦車で、戦後初の国産戦車です。一応、第一世代 MBT になります。STAH と比べると、車高が高く隠蔽性が落ちますが、それを補ってあまりある高性能が特徴です。通常弾は APCR となり弾速が速く、貫通力 258mm、ダメージ390、深くも10度で地形対応力も高い。最高かよ。しかし、装甲はほぼありませんのでご注意ください。あと、後頭右にあるでかいタンコブが両線から出がち。プロホロッカですが軽戦車がいませんね。410メートルある視界と10度の深くを生かすために、中央両線に行ってみましょう。味方はなかなかのバランスで東西に分かれたな。敵は両線に行ったのは中戦車1台だけかな。西に5台ほど見えていますね。この両線から西を撃てるかな。あ、消えちゃった。今のが当たってしまうとは、さすが弾速が速い。東の丘からの射線も注意しつつ、ここで観測してみましょう。東の丘から弾が飛んできましたね。敵かな、味方かな。ちょっとこの辺、観測してほしいです。いました。しかし車線が通りません。だいぶ丘下に引いているのでここからは撃てないか。あの辺を撃てるかな。しかし誰かに狙われていますね。誰だろうか。西の敵がかなり進軍してきている。さすがにちょっと無謀ではないだろうか。よしよし。おいしいぞ。ここを味方が制しているので、そこそこ大胆に両線を使います。射撃命令を出してください。
外しました。ちなみに私の精度は 0.36 で平均的ですかね。でも弾速が速いのであまり気になりません。あいつもあれでおしまいだぜ。そしてなぜか敵の攻撃を弾けた。やったぜ。敵のセンチュリオン AX が爆走してきました。サンラインの溝に入ったみたいですが、それは握手ゼロ。 AX は握手と読むのかな。そのままそのまま。やったぜ。ゼッコロマンだったか。センチュリオン AX、めげずに西の味方を狙いますね。やったぜ。D100 もどんだけ西の味方にご執心なの。ナイス。敵はちょっと視界がうまく使えていませんでしたね。生チン撃てそうです。ナイス、2体切り。あら、いつの間にか通常弾が全部なくなってる。弾は32発なので意外に不足気味。あのカチカチ砲塔は抜けなさそう。ちなみに弾の配分は通常弾15、プレミアム弾15、榴弾2です。プレミアム弾は貫通330のヒートですね。当たらないか。弾の配分って、なんか強度にしたくないですか。例えば今回の場合、15と15でなんか強度半分。もしくは20と5とかにしたい。優先度で言うと10の倍数、それがダメなら偶数、それがダメなら5の倍数とかにしたい。テレビの音量も10の倍数、ダメなら5の倍数、ダメらな偶数にしたい。でも素数にはあんまりしたくない。皆さん、この気持ちわかりますかね。いざという時理体に阻まれるのがヒート。いざという時社会に阻まれるのがミート。ほんと社会って、残酷。と、どうでもよい球の配分のこだわりや、社会への提言をしているうちにこの試合は勝てますね。だいぶ余裕の試合でしたが、いい感じで稼げた気がします。2の A あたりにユッチク戦車にだけ注意しておきましょう。いましたね。最後一発当てられるかな。あらまあ。勝利を握ったぜ。というわけで、勝ちました。お、M バッティきたー。やったぜ。最終砲にするとかなり化ける戦車だと思いますが、装甲はないため、位置取りに気をつけましょう。皆さんもぜひ私に乗って、その弾速に酔いしれてください。経験値1700弱で M バッティ、ちょっとハードルは低めかな。ご視聴、ありがとうございました。